今回の企画は連打王決定戦。ドズル社メンバーでボタンの連打力が一番なのは誰なのか。今回は連打ゲームの中で速さ、持久力、リズム力、反応速度が必要になる4つのミニゲームを行う。果たして優勝するのは誰なのか。チャンネル登録とグッドボタンを押して結果を予想してみよう。はい、ということで、本日の企画なんですけれども、やってまいりました、連打王でございます。よろしくお願いします。はい、ということで、皆様連打は得意でしょうか。連打王です、今日は。おろろろろろろおろろ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 全然伝わんない。あ、早い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 。今日は、どれだけね、連打ができるかというのをいろんなミニゲームで競っていくわけなんですけれども、ただ早いだけではダメな、いろんな連打がありますので、ちょっとミニゲーム一つずつやっていきながら、競っていきましょう。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。お願いします。では第一競技、こちらでございます。第一ゲームは連打綱引き。連打が早いほど綱がどんどん引かれていき、先に一定の長さを引くことができたメンバーの勝利となる。1対1のトーナメント戦で優勝者が決まるぞ。綱引きでございます。求められるのは速度というところで、一番シンプルなゲームとなっております。おお、来た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 、すげえ、ちゃんと綱だ綱がある。綱があって、ここで連打をすると、この真ん中の赤いこの印が、綱引きされて、最終的にここの、どっちかに行ったら終わりと、いう感じでございます。一発で勝負決まる。あ、軍手、軍手、あ、本当だ、軍手あるよ、軍手。確かに怪我しちゃうから、怪我しちゃう。そう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 、軍手ないとあれだから。オッケーオッケー、摩擦で火が起きるぞこれ違う、トーナメントも大事よ、これトーナメントシードがあるから、5人だから。確かに。オッケーオッケーオッケー。じゃ左から埋めていきますね、こっから。はい、第一綱引き者。おお、はいはいはい。続いてドズルの対戦相手。はい、おお、はい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 、いいね、いいね、いいね。続きまして、おお、ハラメ、はいはいはい、シードだぞ、やった、シードシード、シード来い、これシードじゃない人、あ、オンリーオンリーオンリー、はいはい。そしてオラックンが、シード獲得と、はいはい。でもこれよくよく見るとシードよりこっちの方がお得っていう。確かに、安い。オッケーオッケーオッケー。それではじゃあ第1回戦は、大原メンバー VS オンリー、ここ行きたいと思います。おお、はい、いいね。ちゃんと軍手はめてくださいね、軍手はめて、はい、連打が早い方が、綱がたくさん引けますので。なるほど、指ちぎれるんじゃないですかいやいや、軍手があるから大丈夫、軍手があるから。 OKOK。右クリック、左クリック、どっちですか。これ右かな、右って書いてある。右クリック持って右クリック。それではオンリー VS 大原メン綱引き対決、3、2、1、スタート。あ、そう、あ、3、2、1。おお、早っ、強っ、強っ、あれ強くないめん、あれ俺強いのか、全く手応えなかったぞ。そうでしょ、ちょっとオンリーもう一回やってみて、もう一回やってみて、対戦相手ない状態で。あ、引けてるな。じゃあ面が本当に強かったんだ。面が早かった。やば、面怖っ、意外な細胞が。多分綱の表面立った方がいいかも、ちゃんと。あ、そういうことか。なんか右手だから左側に立とうとか思っちゃった今。俺確かに真上に立ってた、確かに。あ、なるほどね、ちゃんと綱をエイムしないと。なるほどね。オッケー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 。じゃあ続きましてドズル VS ボンさんいきたいと思います。これちゃんと腰をちゃんと引いて。ああ、すごいな。オッケー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 。いつでも OK です。ちょっと待って。もう後ろ倒れるやつだね。OK です、OK です。はい。では参ります。ドズボン対決、よーい、スタート。来た。あ、ボンさん、後ろ。ああ、早い早い、嘘ええー、強え、嘘でしょ、
早っ。はい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 。なんで今めっちゃ連打したのに。これはね、年季が違いますね。年季が違う。ちょっとやばい、これ、ボンさん最強かもしれん。はいはいはい。じゃあ続きまして、大原メンバー VS シードオラくん、お願いします。はい、はい、はい。それでは、大原メンバー VS オラくん、綱引き対決。2、1。ゴゴゴゴゴゴゴ、おーおーおー、いい勝負。いや、かなりいい勝負。かなりいい勝負。さあ、オラック引いてる。あ、でもオハラメンが、オハラメンが強い。あ、強い。強すぎるでしょ。強すぎるでしょ、めん。レンダが物を言う世界。いやいや、そういう選手権なんだよ、そりゃ。おっさん、頑張ってください。僕の思いを。任せてください。さっきでも逆転があったからな、途中で。いや、両者準備はよろしいでしょうか。はい。はい。それでは決勝戦、ボンさん VS 大原メン綱引き対決。2、1。ゴー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 、強い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 、ボンさんボンさん強い、カン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 、ボンさんボンさんボンさん強い、きたすげえシンプルに強いボンさんが、腕プルプルしてる、でも腕プルプルしてる、え、今日やばいぞこれ、きた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 、はい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 、ということで綱引き対決優勝はボンさんでございます。ありがとうございます。おもっとかなり面も強そうだったけどね、何があった本当に、今年強いって騒がれてますからボンさん。あ、確かにボンさんコメントで言われてた、今年のボンジュールは違うぞ見てろよ見てろよみんな、じゃあ続きまして、続いてのコーナー行きたいと思います、はい、続いてはこちら。第2ゲームは石を破壊せよ。このゲームで重要なのは持久力。目の前にある石を500回連打し、先に石を破壊したメンバーの勝利となる。石を破壊せよ、持久力対決でございます。ポチッとな。はいはいはい。これはさっきは短期間で、綱引きでね、連打をしたと思うんですけれども、今回は誰が一番最初に500回を掘り切るかと、いう対決でございます。500はね、長期戦よ、かなり。500とか。オッケーオッケー。ピッケル持って、皆さん、ピッケル。どこだ？待って待って、どこ？チェストに入ってました。チェスト、ここにあるよ、バンさん。右クリックなんだ、これも。右クリックです。俺、指本当になくなるかも。やべえ、指じゃないなこれ。みんな検証員にならないよね、検証員。はい。右クリック。いや、ねえ、あれだよ、はい、指をあの動かすんじゃなくて腕を震わすんだよ。な、腕を。名人。オッケー、みんな準備はいいですか。オッケーです、オッケーです。はい。じゃいつでもオッケーです。はい、大丈夫です。来るぞ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 。400、400。え、嘘、早すぎ。いや、早すぎ。あ、やばいやばいやばい、なんかクリックされなくなった。クリックされなくなった。され始めた、され始めた。あ、なんか減ってった。あらら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 、すげえ、割れてる割れてる石が。肩が取れる。何の動画なのこれ。シュールすぎるでしょ、見てる人。きついよこれ。俺の頭をちょっと助けて、助けてくれ、助けてくれ。汗出てきた、汗出てきた。普通にきつい、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 普通にきつい。あとちょっと、あとちょっと。何回だ今これ。よし。ほら。ちょっと。いける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 。いやー、強え。いやー、降りるこれ。いやー、惜しい。見て見て、僕見て僕見て。僕残り24回だったんだけど。すごい。惜しい。最悪だ。超いい勝負。最悪だ。めっちゃいい勝負じゃん。全然完全に疲れ出てる。目疲れ出てる。俺だけ一番試合数多いです。そうか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 。綱引きの疲れで取るよ。見て、ボタンってこれマジ
面白すぎる。動かんて。やばい。やばい、これ。やばい、みんな温存しといて、温存しといて、この後もある、この後もあるよ。温存しといて、温存。これやばい、これやばい。やばい、やばい、やばい。今後に向けてまさかの競技してがあり得る。3戦目様子見みたいなあり得る。3戦目してる4戦目崖がある、続きまして、はい、第3ゲームはパンダの赤ちゃんをあやせ。表示されているバーの真ん中でリズムよくクリックし、赤ちゃんパンダをいち早くあやすことができたメンバーの勝利となる。リズムゲーでございます。リズムゲー、今度 Q ボタンね。クリックじゃなくて Q ボタンです。Q ボタン、はい。なるほど。なるほど。OKOK。かわいい。あ、かわいいパンダ。ちっちゃい。今からこのパンダに竹をあげるんですけれども、タイミングよく、竹をあげるというゲームでございます。で、ミスるとマイナス1ポイントになって、うまくあげれるとプラス1ポイント。100ポイントになると、クリアとなります。はい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 、OK です。よし、やるか。みんな息整いました。よし、で、最近の撮影で一番汗かいてるわ。やばい。やばい、これやばいっすね、本当に。腕が悲鳴上げてる。腕が悲鳴上げてる。でも、今回は左手なんで。確かに確かに。次キーボードだから。キーボードだから。うん、違うから。じゃあ皆さん行きますよ。はい。はい。はい、ゲームスタート。来た。よし。よし、来た来た。キーボタンね。ちょっと右手、ちょっと本当に楽なっちゃう男。はい。あ、もう始まってる。あれ合わせてなかった、はい、合わせてなかった、はい、竹に合わせて竹に、はい、昨日ご飯何食べました、オンディ。昨日モスバーガーだった。モスバーガーいいね。何和牛バーガー、なんて言ったっけな、スパイシーモスチキンバーガー、スパイシーモス、スパイシーモスチーズバーガー、いいなぁ。ボンさん、あ、僕はね、松屋食べたよ。松屋出た。あー、いいね。松屋うまかったわ。いい、ね、あ、僕も昨日松屋。みんなもいいもん作ってますね。そうボンさん一言も話してないですけど、ボンさん、じゃあボンさん、ボンさんなんすか、米。ちょっとボンさん一番シンプル。めっちゃ集中してるからもう俺。みんな集中してますよもう。やばい、これ失敗しちゃう。え、来た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 、はやっ、はぁ、うわー、早い、ボンさん強すぎ。えー、強っ、マジ。すいません、ゲーム実況なのに喋らなくて。すげー、ボンさん自分が勝ちそうだったら喋らなくなるぞ。やばい、今日ボンさんやばいぞ。来た、すげー、覚醒しとる、覚醒してる。強い強い強い。なんと3ゲーム終わって、ボンさん2勝というところでございますので、よし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 、はい、最終競技も行かせていただきます。こちら最終ゲームはモグラ叩き。ルールは簡単、出たり消えたりを繰り返すモグラたちを叩くこと。ただし通常色は10回、金色は20回叩かないとポイントをゲットできないので、素早く反応して叩きに行かないといけないぞ。はい、モグラ叩き対決。求められるのは反応速度でございます。はいはい、終わった。でででででで、痛い痛い痛い、ジャンプしてジャンプして、オッケーオッケーオッケー、反応速度終わった。うわいやでもうん、一位確っす。いや確かに今んとこ、いや、オンリーが次勝たなければもうさ一位抜けある、あるんだ。もう一位対価一位確なんで、確かに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 、妨害に専念するのやめて。妨害に専念する。じゃあみんな最後までね。ちょっと連打にかけてるんで今日は。連打にかけてる。連打にかけてる。え、でもモグラ叩き、モグラ叩きでも一番ボンさんが得意そうで、年季が。年季が。じゃあ皆さんいいですか、モグラ叩きしますよ。はい。はい。スタート。来た来た来た。お、連打。これどっちだっけ、右だっけ、左だっけ。左だね。左、左、左。普通に。パンチパンチパンチ。あ、なんかボンさんっぽい。なんだこれ、叩きづらいな。10回連打するとなんだこの道具みたいな。コントンジョン、コントンジョン。あ、まあ今のところはまだ、いやいやいや、誰でもできますね。これ後半まずいぞ。休みながらやろうかな、ちょっとね、これはね。あ、嘘。そんな余裕が。なんだこれ。あ、金色来てる。金潜ってったんだけど、ボンさん強い、ボンさんが強すぎる。マジ、やばいやばい、じゃあボンさ
さん強すぎる。おーやばい、バカやばい、王さん、王さんに勝てねえ、王さん一回止まって、王さんに勝てねえ、黄色出てくる、黄色あちょーとか言ってる、王さん腕が痛い、腕が、okay. いや倒せない倒せない、あれ大原くん無理よし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 、多分最後やばいよこれ、確かにラッシュが来る、ラッシュ来そう、いけー、やばい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 やばいやばい、あるぞ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 、まだある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 、ほんとに腕ちぎれる腕ちぎれる、ほんとに無理無理、ほらこれ指じゃなくてもう関節の方がやばい、関節の方がやばい、ほら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 、足が壊れてもいい、足が壊れてもいい、この試合にかける、この試合にかける、俺は足がちぎれるわ、殺してくれ、やばい、殺してくれ、僕の叩きたくない、腕が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 、うわぁ、うわぁ、ちょっと終わった終わった、あぁ、強いマジで、ボンさん強すぎでしょ、ちょっとおっしゃぁ、いや、これはちょっとどうやってここまでよっしゃよっしゃし、これよ、あ腕太くなったんじゃないもう兄弟、いや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 ガチで明日筋肉痛になりそう、みんな腕が熱い、腕が強いわ、じゃあエンディング撮りましょう、あんた無双じゃん、いやこれ見たことないもんこの絵面この絵面見たことないな、すげえ、チャリーン、はい、ということで、今回の連打王、優勝は、ボンさんでございます、おめでとうございます、いやー、チャンピオン、一言お願いします、はい、連打、いつ誰の挑戦でも行きます防衛戦頑張ってください、ボンさん、連打に自信ある名人、かかってくださいはい、ということで、ぜひ、連打に自信がある実況者さんはボンさんに挑戦、お待ちしております、よろしくお願いいたします、お願いします、というところで、今回のこちら連打王選手権、こういったね、選手権系もまたやっていきたいと思いますので、今日の動画面白かった方はぜひチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします、お願いします、お願いします、というところで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう、バイバーイ、じゃあねー、バイバーイ、バイバーイ。本日もご視聴ありがとうございました、チャンネル登録お願いします、おすすめの動画もご覧ください、高評価と動画のコメントも待ってるね、どうしてもっていうわけじゃないけど気が向いたらしてね